今回なんですが、審判座談会ということで、JFA のプロフェッショナルレフリー3名の方、西村雄一さん、家元正明さん、東条実さんに来ていただきました。ありがとうございます。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。招きいただきありがとうございます。もうこちらこそ本当にありがとうございます。現役時代、本当にお世話になりました。ありがとうございます。これでこそ、ありがとうございました。協力いただきまして。ちなみに、僕が現役時代、レフリーとしての印象をそれぞれお聞きしたいんですが、西村さんから、どう印象としては、はい、僕の。那須さんの印象ですか、はい、それこそ若い頃から知られてると思うので。一生懸命プレーしてましたよね。はい、で別にカードも覚悟してカード行くときは行くぞっていうそういうなんか心意気は感じましたよ。あ、本当ですか。はい、チームのためにここは行くしかないと思ったときには覚悟してカードは分かってますっていうふうに受け入れてくれたことが多かった印象がありますね。本当ですか。うん、好印象だったって思ってていいんですかね。うん、もちろんもちろん。東條さんどうですか。あ、同じです。まあ、一言で言うと好印象で、とても協力していただいたりとか助けていただいた、逆にそういう、はい、印象です。 あ、ありがとうございます。もうなんか優しいご丁寧なお言葉を。リホさんどうだったんですか。いやいや、なんかちょっとニヤニヤしてるところがちょっとあれだよね。なんかもう答えをなんかもう待ってるみたいな。でも本当にお二人が言われるように、僕の中でもまあ大きく分けると、やりにくい選手とやりやすい選手がいるとするなら、はい、非常にやりやすい。で、西村さんがおっしゃったみたいに、常に一生懸命、はい、で純真っていうか、サッカーが大好きで、はい、まあ、クラブとかチームの勝利のためとか、でも、ちゃんと分かってるっていうか、汚いことはやっぱり極力しないように、フェアでクリーンでサッカーを勝ちに行きたいと、戦いたい、そういうのはずっと若い時から、チームいくつか変わってると思われるんですけど、はい、この、まあ、精神みたいなスピリットは変わらずに辞めるまで、まあ、僕は好きな選手の一人でした。 ありがとうございます。本当になんか最初に雑談と言いながら自分が喜ぶ何を言ってしまって申し訳ないですが、本題にちょっと移らせていただきたいんですが、プロフェッショナルレフリーって日本で、まあ、今 JFA で制度、このプロフェッショナルレフリー制度っていうのを設けてるんですけど、そこで主審12名で副審4名という、人数でやってると思うんですが、審判やられてなんですけども、このプロフェッショナルレフリー、まあ、J リーグといったらそれこそ注目度がすごく多くて、いろんな方々が見てる中で、本当選手からもしてもそうなんですけど、もずっと現役時代も思ってたんですけど、ものすごく大変なお仕事だなっていうのは、すごい、いくらサッカー好きでもこれはものすごく大変でしょって思ってるんですよ、今でも。でその中で、お三方にお聞きしたいんですけど、選手から言われてなんですが、なんかこう少し苛立つというか、こういう言動はとか行動はとか、もちろん選手も熱くなってるので、はい、でこういう行動は、まあ、あまり審判をちょっとこう苛立たせてしまって、まあ、ジャッジに左右するとまでは言わないですけど、人なので、うん、なんかそういうのってありましたか、それぞれに。どういうのがっていうのは。じゃあちょっと、今回家元さんから、すいません。まあ、人間のね、正直あります。はい、で、まあ、僕も割とキャリアが長いレフリーだし、ある程度その特徴のあるレフェリーよく言われてるんで、はい、あいつはやばいだと、危険だというのは、はい、J リーグのチーム選手の中でいろいろと理解されてる部分がまずあるのかなと。いやこういう中で、はい、そういう背景とかを知らない若い世代だったとか、どういう人たちが、おいおいおい、おめえだよとか、あ、はいはいはい、てめえとか、はい、そこはやっぱり僕にも一応親からもらった名前があるし、その方がなんかちょっと僕もにこやかに対応できるなって思うことは正直多々あります。でそういうことがじゃあどれぐらいあるのっていうと、まあ、正直さっきも那須さんおっしゃいましたけど、はい、試合をしてて興奮状態なんで、うん、割り切ります。
パーセンテージのイメージで言うと6割ぐらいあるかな。うん、結構あると思います。うん、やっぱりそれは選手は選手の判定判断基準あるじゃないですか、はい、自分の思惑ってもあるし、で自分のプレーがうまくいってるうまくいってないか、そういういろんな不可要素がある中でメンタリティーがこう動くと思うんですよね。うん、その中でどうしてもこうレフリーの方について、こうだいぶこう攻撃的に、まあ、言葉あるいは態度でされる方はいますよね。逆にそういうことをうちに思ってながらも絶対に興奮して言わない選手ってたくさんおられて、はい、まあ、その中の一人が那須さんだったんですけど。本当ですか、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そういうところの方がやっぱり我々も人間なんで、素直に向き合いやすいですかね。僕は試合中間違ってたら間違ったごめん分かんなかった見えなかった正直訴えるようにはしてるんで、はい、じゃあ次お願いしますね、うん、次頑張るとかそういうコミュニケーションは割と取れるんで、さっきのお前どうしてくれんだよっていうのよく言われるんですけど、はい、買ってしまったものはごめんなさいしか言いようがないし、うん、変ですそれ言い出したらじゃああなたたちのドフリーのシュート外したあれさ決めてたら全然変わったのになっていうのを試合中思ったりすることもよくあります。はい、でそれは別に僕らは言わないし、はい、言うことに意味があると思ってないし、そういう立場にいないと思ってるんで、うん、そういう意味でお互いの立場とか、よりサッカーが良くなるために、フットボールがこうより創造的になるために、なんか向き合える方法の言動だったりっていうのが望ましいかなっていうふうにして思って、選手は向き合ってますけどね。なんか、本当これ、選手、すごく今こうおっしゃってることって、やっぱ、ジャッジする審判の方々も人なのでやっぱり感情というものを持ってまして、すごく参考にしていただきたいです。勝つためにすごく必要な要素の一つだと思ってます。うまく上手に試合を運んでいただくっていう上ではやっぱカードっていうのはどうしてもそのカードもらうことでプレーの制限されてしまうっていうのはあるので、まあ、そこら辺はすごく選手の方々ぜひ参考にしていただきたいというところで、東條さんどうですか。はい、まあ、例えば具体的に言うとですね、まあ、なんかあって選手がおっしゃったことで俺らは生活かかってんだっていうことを、はいはい、おっしゃる選手がちゃんとやれよ、生活かかってんだからちゃんとやってくれよっていうことをおっしゃる選手、はい、まあ、それぞれの立場があるので、はい、そうおっしゃることも理解できますし、私たちがこうミスすることで、まあ、そういった状況に、まあ、チームだったり個人だったりとかいうことがどうしてもあるのは、理解してます。で、まあ、そういった言葉言われたりとかですね、はい、まあ、本当に判定一つで、まあ、あれカードだろうとかもありますし、はい、まあ、さっき言ったおいとか、はい、ヘイとか、はい、みたいな感じで言われることもありますし、はい、やっぱりいろいろあります、はい、まあ、ただそれも先ほど申し上げたようにやっぱりいろんなこう選手がゲームやってる中でのこう心理状態もありますし感情もどうしてもあるので、はい、まあ、そういうふうに言われてもしょうがない部分ももちろんあるかなと。で選手もやっぱり一線を越えちゃいけないっていうのは多分理解されてると思うので、はい、うん、やっぱりもうちょっとカードもらう退場レッドカードになっちゃっては まずいので、そこはやっぱり止めてるとは思うんですけども、やっぱりどうしてもそういったことはありますし、まあ、しょうがないのかなっていうところです、ね、はい、それを逆に言われないようにやっぱ こちらで何かできることはないのかなっていうことに気持ちを自分の気持ちを持っていくというか、はい、はい、うん、はい、西村さんは。そうですね、今お二人おっしゃってた通りで僕らも、例えばプロフェッショナルレフリーになりたての頃であればそういった選手の、感情のこもった言葉をそのまんまこう真に受けてそれに対してどうしようなんていう形のことを、やってたような時代が僕もあったので、そうすると、はい、なかなかこうお互いのテンションがもう同じなのでぶつかってしまうところ、うん、そのところは、はい、経験してきて、はい、逆に今だともう全くその辺の選手の感情は、あ、まあそういうふうに思うときもあるなっていうふうにほとんどの感情をこう受け入れられるような感じになってきました。それまでに結局15年、今僕は17年目のキャリアで、まあ、10年ちょっとはかかるんだと思うんですね。レフリー側が選手がどんな感情を持っていたとしてもそれを一旦受け入れることができる、そういった度量になるまでには多分レフリーもそのトップリーグで10年、そうすると何かっていうことは選手も同じように僕と同じように10年やってきた選手たちは多分そこで対等な会話ができて、はい、これどうやって問題解決しようか、それが、まあ、那須さんなんか僕とほぼ同じぐらいのキャリアをやられてた、だから同じようにしてどうやっていいゲームにするのっていう視点に基づいてこう答えることができる、はい、でもやっぱり
若くて入ってきたすぐのプレイヤーなんかするとやっぱり怖いっていうふうに、まあ、呼ぶこともあるだろうなって、はい、この頃はそういうふうに思うようになりましたね。はい、ですのでそういった面でいけば、あの選手の方々がやっぱり10年ぐらいのキャリア、 J リーグで10年やり続けるっていうのは本当に大変なことだと思うので、はい、そういった選手の皆さんの協力も得ながら、うまくそういった僕たちとの会話がうまくいく選手がいると、チーム内でもあれ、那須さんいつもあのレフリーとちゃんと楽しそうな話してるなっていうのがなんか伝わっていくんじゃないかなっていうふうにも思いますし、そういったところは選手の協力も必要かななんて思います、はい、うん、そうですね、あの本当に僕もう引退した身なんで、ちょっと改めてこの場を借りていろいろな、あの多分、失礼な言葉も多々あったと思うんですが、ここはこうすいませんでした、ちょっと代表して、ちょっと次なんですが、誤審についてちょっとお聞きしたいんですが、昨年2019年第12節の浦和レッズ対湘南ベルマーレの試合の31分の杉岡選手のゴールシーンなんですが、まあ、あのシーンはもう確実にゴールが入ってたっていう、まあ、それはもうダゾーンで、普通に見ててっていうところなんですが、それぞれの見解とか、あの時、審判団で何が起こってたのかっていうのをちょっとお聞きしたいんですが、これちょっと西村さんちょっとお聞きしていいですか。あ、はい、一応僕らが、その後の研修とかで分析した結果でいけば、レフリーはその時にボールが中に入ったという事実の、まあ、入った瞬間のところとの間に選手がいて、はい、その事実はレフリーは見えていない、はい、で副審の方からすると本当は入るはずのボールが急に出てきたので、あれ入ってないんではないかっておそらく思われたんじゃないかっていうところですかね。であとファーストフォースからですと、フォースも実は1人ディフェンダーが入っていて、このゴールポスト近くに入ったボールのところは完全に被ってるっていうところの映像分析はされています。はい、ですので、はい、レフリー主審からするとこう入った事実っていうものが何もないので、じゃあ認定でゴールって言えるかっていうのをずっと、まあ、逆襲まで行ってボールが切れたところでいろんな人と話し合ったけど、いやもう入ったという事実がどこを頼ってもないから申し訳ないけどゴールと言えないっていうのが、あの時に下されたレフリーチームの、まあ、結果っていうふうになっていると思います。その4人の、レフリーでの判断がもう全てなんですか。例えばその上からなんかこう、映像を見てとかの情報をもとにそのジャッジが覆ったりとか、そういうことはないんですか。基本的にはないですね。ないです、はい、それはルールなんですね。ルールってか、そうですね、我々レフリー団は、その4人のレフリーの、中でちゃんと助け合いながら下されるあの判定になるので、それ以外の外部からの情報っていうことでは判断はしないですね。しないんですね。はい、あそれなので、まあ、2019年の J リーグ第19節の横浜 F マリノスと浦和レッズの時も、うん、中川選手が、ゴールのところも、最初オフサイドの判定ってあったんですけど、あそこもそういう認識でいいんですか。4人の方々で決めて、で途中こう一回オフサイドになってゴールになったっていうところだと思うんですけど、はいはい、あそこら辺は、どうなったんですか。あちらのやつも、最後に触った選手が中川選手だとオフサイドかもしれないっていう風な思いがあったんだと思うんですけど、それが4人では確認、肉眼の中では確認が多分できなかった、うん、でも例えばゴールアナウンスが中川選手のゴールってなると、それおかしくないっていうところを一緒に考えたんだけど、でも我々が事実を見てないんだったら、じゃあ得点者が誰だったっていう情報が他から入ってきたとして、それで判定変えますかって、いやそれは変えられないねっていうところで、時間がかかってしまって混乱を少し招いてしまったっていう、はい、多分そこを知られてないと思うんですよ。あの4人の判断のもとにジャッジするっていう、このなんか今でこそ VAR っていうのがちょっとこう、まあ、入ってきて、なんですけど、なんで映像とかその映像で残ってるのに上からの言葉、なんかそのインカムで多分いろいろ情報入ってくると思うんですが、そことかを採用しないのかとかいうのはすごく疑問に思われてる方がすごくいたと思うので、なるほど、
はい、あえてこうちょっと質問させていただいたんですが、それをユー、あのそのインカムで入ってきた情報を元にあのっていうのはもうないんですか？あの、まあ、インカム自体が4人のレフリーでしか繋がってないっていう、はい、繋がってないんですね。そうです。あ、じゃあ、 あの他の外部からの情報っていうのは取り入れられないんですね。られない、事実的に無理です、ね、ああ、そうなんですね。はい。ああ、それなのでもう4人のジャッジでっていうことなんですね。そうですね、審判団の、はい、ジャッジっていう形になりますね。ああ、そういうことなんですね。で、ここでなんですが、あのやっぱりそのジャッジして、まあ、その人なんでミスすることもあるっていうところで、あの家か行ってとか、まあ、映像で実際見てとかされたりしますか？それはもう一度そのこと、それでその時にどういう思いにそれぞれなられるのかっていうのをちょっとお聞きしたいんですが、今度はちょっと家元さんから。まあ当然映像を確認します。はい。まあ、ミスでも多分いくつかパターンがあると思うんですよね。はい、例えば本当に競技規則のことを分かってない、先ほどの、で長男みたいな、はい、あれにとってゴールみたいな、あれ別に知らなくて、はい、あの確認できるじゃないですか。はい、これを見てもあの犯してしまった難しいものを、もし自分が犯してしまったときはもう、あのもう目も当てられない状況ですよね。あるいは競技規則を誤解してる自分自身が、はい、っていうミスなのか、あるいは、はい、ミスって言っても、僕が、競技規則上のレフリーの判断は正しいんだけど、多くの人が勘違いしてるっていうのがあるじゃないですか。はい、ありますね。いやいや、それは皆さん、競技規則よくお読みください。それで解決しますよってあるから、はい、そのミスに関しては、例えばイエローカードで感情論が走ったりとか、なんでこれがイエローカード出ないんだ、いやいや、競技規則に照らしたらこれはイエローカードですよとか。だから、ミスっていくつか、自分がに問題がある場合と外に問題がある場合で、自分が問題がある場合も明らかにもう赤ちゃんの分かるようなミスはもうやめなきゃなっていう気が、感じになってますよね。そういうところはまずミスは受け止めて、はい、そこの起因ですよね。このミスって回避できたのができなかったのか、やっぱり2つあると思うんですね。どう考えてもこのミスは回避できない、はい、と、いやこれもうちょっと違う情報の取り方だったりとか、意識がもう少し広く持ててたら回避できたよねとか、なんか自分が変なこだわりがあってそっちに意識が取られてしまって他のことを気にできてたんですか。例えばこれあくまでも個人的な見解ですけど、先ほどの浦和湘南のケースは、僕レフリーがあのミスという得点がどうこうっていうところは僕回避できる可能性があると思ってます。それはポジショニングとかも含めてってことですか？そうそう、事前の予測とかポジショニングだったりとか、そこによってやっぱり入ってくる情報って変わってくるじゃないですか。あ、はい、うん、でやっぱあの時の審判チームっていうのはこう情報が入りにくいポジションにいたんですよね。そうすると、ああいうふうに落ちてしまうんだけど、もっと違うタイミングでそのポジションに移動することが可能なんだったらいける。じゃあそれが可能なのかっていうと、個人的には可能だと思ってるんで、そうするとあれって、もしかしたら目視はあれって大きなハテナがつくかもしれないんですけど、周りの状況を見てたら、多分、結構選手分かってるんですよ、中の選手はね。はい。そんな感じを見とけば、あれなんか入ったっぽいよってお互い審判チーム同士でやっとけば、はい、多分、浦和の選手、あれは長澤選手だったと思うんですけど、はい、いや、続けろって言ったから急にドリブル始めてるわけなんです。はい。あれもしレフリーがそんなこと言わなかったら、長澤選手は多分ドリブル始めてないと思う。まあ、これ聞きには聞かないんですけど、はいはい、多分そういうことからすると、いつ変わってくるのかな。すみません、話になってます。そういうふうに思ってます。ありがとうございます。東條さんは？はい、もちろん試合を、振り返ることは映像でします。はい、で、まあ、本当に自分のミスであって、そういう何かを起こしてしまった場合には本当に選手の皆さんであったりとか、まあ、そのチームの皆さんであったりとかには本当に申し訳ないという、まあ、誤って、すぐ問題ではないというのも言われるとは思うんですけども、やっぱりそういう気持ちになります。でもちろんその点が入る入らないとか、そのことによってこう試合結果が変わってくる可能性もありますし、それが年間通してやっぱ順位が変わってきてしまう。でそうすると今度はチームに置かれる状況が変わって、選手の契約だったり選手の気持ちで俺ら生活かかってんだっていうところにまたつながってくるとは思うんですけども、はい、
あの、まあ、そういったところで本当にそういったことがあれば本当に申し訳ないという気持ちでいっぱいになります。でただあのそれが本当に家元さんもおっしゃったんですけども、それが防げるミスなのか、何か自分がこう、はい、あのやなんかし自分が落ちてたからこうそういうことが起きてしまったのか、それともこれはどうしても物理的に見えないよね、難しいよねっていうこともどうしてもあるので、まあ、そこのところはこう そうは言ってもやっぱり判定していかなきゃいけないので、うん、まあ、そこをどういうふうに改善するかっていうのは一つ、まあ、ミスはミスでやっぱりしっかり受け止めて、次にどういうふうにそういうことがまだ起きないようにするかってことは大事かなと、思っています。はい、そうなんですね。西村さんは？そうですね、あのもう二人と同じで、おそらくあの僕ら間違えたなっていうのは多分その判断をした瞬間に大体分かりますね、現場で。ああ、選手の全然受け入れてくれないこの感覚から、あ、これ間違ったんだな、でも、はい、変更できるような要は要素がないので、はい、これは申し訳ない、もう最大限の努力したけどこう見えてしまったから申し訳ない、この判定しかできないっていうところがあって、うん、ですのでもう、あ、多分これ間違ったんだなっていうのもその瞬間に大体、はい、分かってますね。であとはあの今お二人言った通りで、実はあのレフリーたちはかなりその分析に関してはこのミスが起きないためにはどうしたらいいだろうっていうのを各自が、本当に、よくやってます。その中でも、まあ、江本さん、東さん言ってたのはゴール裏からのカメラでしか確認できないってなった時にはこれは物理的に無理だよねっていう風になりますし、逆に例えばセンターカメラでもほんの1メーターだけでもあそこ頑張って移動できてればなんとかなったんじゃないかっていうのもありますし、そういったところは本当選手の、まあね、未来への運命ちょっと変える可能性をがあることを我々はやってるので、そこに関しては本当に追求して改善できるものは改善して、っていうところをこう毎回重ねているっていう感じですね。でもちょっと重複なんですけど、そのまあ競技規則としてその審判団 その目に見えた情報が元にっていうのが VAR っていうのが入ってきて違また変わってくるんですけど、今まではそういう元でやっぱりそういうミスが起こり得てしまったっていうのは多分そう知っていただけると今までの見え方だったり、ああそうだったのかって思ったりもする人も多く出てくると思うんですよ。そうすればまたなんかこう今までのサッカーの見え方だったその試合の思い方っていうのがまた変わってくると思うので、僕もそれ知らなかったので、あだからかって、でインカムをその4審でしか4人でしかつながんないところで、はい、そこは全く知らなかったので、はい、外部からの情報を取り入れているものだと思ってたので止めて、あとはもう一つあれですね、多分僕ら今やってますけどそのもうちょっと前だとそんなにカメラワークも良くなくて、はい、多分今のレフリーがすごいたくさんミスしてるみたいなイメージになってるとすれば、実は多分前もミス率はあんまり変わらなくて、でも映像によって明らかになりやすくなったっていうことはあって、そのおかげで僕らも成長できることが増えたっていう感じなんですけど、そこも進化したサッカーが進化したことによってこうレフリーのこう正確さとかそういったところがこうクローズアップされるような時代になってきたっていうのもあるかもしれないですね。最後のちょっと質問事項で VAR についてなんですが、VAR が導入されて審判団としてはどのような思いなのかなっていうところなんですが、西村さんからまたお願いします。そうですね、僕自身はVAR っていう一つのツール、まあ、手段を得て、でその中で正しい判定をすることによって、まあ、選手の皆さんが一生懸命頑張ってきたその結果に大きな影響を与えるようなミスが少なくなるっていう面でいけばすごくいいツールになるんじゃないかな。さっきも言いましたけどゴール裏からしか見えないっていうもので僕らが明らかに間違えてしまっている、それによって勝敗がなんていうところがあるんであれば、それはやっぱりそのツールを使うことによって、よかった大きな間違いなんなくてっていう、そういった意味での、ビデオとしてはもういいツールじゃないかなと思っています。まあ、僕らはでもそのツールをなるべく使わないように、いつも正しい判定していればいいということは前提としてあると思うんですけど、はい、でも本当選手の運命変えないような形のツールとしてはちゃんとその手段を使いながら、いいレフリングをしていけばいいのかななんていうふうに思ってますね。東條さんは？はい、自分がこうピッチで笛を吹くときはVR が入ってる入ってない関係なしにやることは基本的には変わらないですね。ピッチの中で正しい判定をこう
するってことは心がけてるんですけども、まあ、VR があることで、まあ、そうは言ってもやっぱり、試合を決定づけるような大きなミスっていうのはどうしても起きてしまう可能性があるので、そういったところはVR が入るところで防げるのかなとは思ってます。はい、湯本さんは、個人的には VR は、来たぞ神降臨ぐらいのイメージですかね。そんななんですね。それは正確なジャッジができるっていうことですか？より正確って、いや今までのさっきの話にもつながるんですけど、はい、僕らだけが外部状況映像とかね使えなかったんですよ、はい、チームもそうです。強化部とかスカウティング担当とかが映像を見て、それがコーチに行ってコーチがベンチの選手だったりとかすぐ中の選手にその映像上の何ですかエビデンスを流すことができるじゃないですか、はい、でもそれが競技規則上我々は今ダメになってたんですよね、ずっと、はい、で我々だけが明らかなミスが共有できない、これって本当にフットボールにとって正しいことなのかと思ってたんですけど、うん、我々自身では変えることができなかった、うん、でそういう意味でやっとみんなと同じものを共有できるようになったっていうのは、まあ、一言で言うと神降臨、うん、ただしフットボールって他の、何ですか、スポーツと違って、主観性の強い競技じゃないですか。主観性強いというか、要はいろんな人の思いが一個になりにくい。まあ、競技とか、そこをあえて狙ってるとは思うんですけど、だから映像が入ったからといって、すべての問題が明らかにクリアになる。また別の問題なんですよね。で、ある人から見ると、明らかにこれは退場だろうって思ってるのも、そのすべての権限は主審になるってなってるんで、主審がどういうサッカー感とか競技規則を解釈しているかによってやっぱりそれが変わってしまうっていう、うん、そこはやっぱり難しい。テクノロジーとはいえ、簡単に解決しないっていうところがサッカーの面白さでもあり、うん、難しさでもあるっていう、個人的にはもうちょっとうまいフットボールかけるテクノロジーのやり方あるんじゃないかなとは個人的には思ってるんですけど、はい、現状のその FIFA IHOB が決めてる、まあ、ガイドラインというかあれだと、なかなかちょっと難しいのかなと。うん、やっぱり暴れるものは暴れるし、うんうん、っていうところが解決しないものもあるし、で、それによって逆に、現役審判員の、そのテクニカル上のスキルを下げてしまう可能性がやっぱあって、要は追求していかない、なんか困ったら VAR 頼りゃいいやとか、変な話、現場では分かってるんだけど、ちょっとこれは分かんないふりして VR 見に行きゃいいやっていう、多分そういう発想のレフリーが多分出てきてる、もしくは出てくると思うんですよ。そうなった時にそれってなんかレフリーがそのテクノロジーをコントロールするんじゃなくて、レフリーはテクノロジーにコントロールされてる、それってなんかサッカーフットボールって言うのかなっていう危惧懸念っていうのは一方ではあるかなって個人的には思ってますよ。まあ参考に神降臨ですね。まあでもなんか選手によってはそういう、まあ一般の方とも喋っててもやっぱり VAR 導入されることによって待ち時間だったり、もちろん正確性っていうのは追求されるかもしれないんですけど、ミスも含めてっていうのはちょっと語弊がある捉え方をされてはちょっと困るんですけど、でもまあそれは人がやるからこそ その感動だったり、その負けた時の悲しさだったりっていうのがあるので、まあ、今まではやっぱそういうものも含めてのエンターテインメント、まあ、サッカーの素晴らしさっていうところであったので、まあ、今後その VR 導入されてそれが定着するまでちょっと時間かかると思うんですが、今までの形っていうのがあるので、まあ、でもそうやって審判団の方々もより向上なんていうんですか、危惧する部分もあったり、そのよりその技術というかスキルを追求していくっていうところの意識を持っていただけるっていうことが、やっぱり皆様この今見ていただける皆様にとってはよりサッカー界の発展とか J リーグの発展という意味ではすごくありがたいことなので、まあ見ていただける皆様にもう本当に一緒に戦うとか一緒に作り上げる仲間なんだっていう認識でまたこの、対談を見てもらえればといいので思えればと思うので、最後になんですが、一言ずつなんですが、今後、7月4日から、開幕するということで、あ、J1 がですね、J1 が、で、J2 が1週間前ですかね、に開幕するということなので、
まあ、J リーグファンに向けてというかサッカー界に向けて何かこう、メッセージをいただければそれぞれにと思うので、あ、井本さんからすみませんお願いします。そうです。ですね、まあ、こういうコロナの状況になって、まあ、大きなレギュレーションは現行ですけど、まあ、J リーグのあり方、競技の、まあ、進行、まあ、順位決定とかもそうだと思うんですけど、変わってる意味で、まあ、降格がないっていうのが、まあ、チーム、あるいはクラブ、あるいはファン、サポーターの方がどう捉えてるか分かんないんですけど、僕個人的には、だいぶアグレッシブに行くだろうなって予測してます。それはいい意味で。で、そうある方が僕はもっともっと、J リーグって良くなると思ってるし、可能性が広がるかなと。まあ、ただ、アグレッシブに行くことのリスクってもあると思うんですよね。やっぱり、まあ、連戦も続くってもあるし、その肉体的な問題だったりとか、その精神的な話だったりとかあると思うし、この感情が高ぶりやすいっていう。だから、そこのところをうまく我々が、ちょんちょんと選手に、時々こう、ぐーっと高まって固まっているものを、ふっとこう、小雪を漏らせるような形で接するとか、できたらいいなとか、あるいはちょっとこう、まあ、リスクの一つで言えば、お客さんがおられないんで、多分、先ほどの話なんですけど、結構、選手が何言ってるか、審判が何言ってるかっていうのを、音声拾っちゃうんで、その辺はいい意味でお互い気をつけましょう。あ、そうですね。多分、そういう今まで見えなかったものが、世界観もそうなんですよね。フットボールのその、よりアグレッシブになるとか、選手とか審判が何を言ってんだろう、ああいうものが見えるっていう意味でも、今年ってなんか今まで見たことないような面白い世界が見れると思うんで、この世界を邪魔しないように、より新しい意味でこうビルドアップできるように、日々レフェリー全体的な審判員で協力し合いながら、お客さんにいいものを届けられたらなと思ってます。頑張ります。はい、ありがとうございます。東條さんお願いします。はい、まあ、いろんな状況、難しい状況の中でやっと、まあ、J リーグが、再開するということで、まあ、ファン、サポーターの皆さん、まあ、選手の皆さんもそうですけども、いろんな、気持ちの中で、臨まれると思います。で、我々も、まあ、いい準備をして選手の皆さんに、まあ、いいパフォーマンスをしていただく環境を作ることと、あとそのことによってやっぱりサポーターの皆さんがこうやっぱサッカーっていいなっていうふうに思っていただけるような、試合を多くたくさんこうできるように審判として、頑張っていきたいと思います。以上です。ありがとうございます。最後西村さんお願いします。はい、今日も本当にありがとうございました。私たち3人のキャリアの中でも多分2回目だと思うんですね。日常からサッカーが消えてしまって、サッカーが持っているワクワク感だとか感動だとかが、そういったものが多くの皆さんにとってもとても大切な拠り所だったんだなっていうのを必ずその時に思い直すことができています。ですので今回、再開してたくさん選手の方々が、ピッチ上で輝いていただいて、でそれを支えることで多くの皆さんがまた明日へのこう勇気だとかやる気だとか、それから頑張ろうとか、もしくはそういったその絆になるような、そんなことにこう私たちのサッカーっていうのはもしかしたら役に立つのかなっていうふうに思っています。ですので、我々審判員とすれば選手の皆さんに、本当思う存分ピッチの上で、多くの皆さんに感動を届けてもらえるように、しっかりと支えていきたいなと思ってます。どうぞよろしくお願いします。すいません、ありがとうございます。本当貴重なお話ありがとうございます。今後も J リーグのためにというか発展で皆様でご協力しながら発展させて向上させていくということで、今後ともまたよろしくお願いします。僕と個人としては18年間本当にいろいろお世話になりご迷惑は多々おかけしたんですが、本当にありがとうございました。貴重な対談ありがとうございました。ありがとうございました。